まずスタートですね。スタートは、内側から1番の地元の福田智也選手が前を取りに行きましたね。そうなってくると、地元勢ですね。5番、1番、6番、野口選手に福田選手、大塚選手が前段ですね。そしてその後ろ、中西選手と東口選手、7番、2番がその2番目ですね。 そしてその後ろが8番の山本真一選手。今日は短期の走行となります。まずは近畿勢の後ろからというレースですね。そしてその後ろには最高峰ですね。9番、3番、4番、佐々木剛選手にアタ選手、そして筒井選手ですね。この3名が最高峰の待機となります。 まずこの第6レ第5レースなんですけども、まずは野口選手ですね、前を取ったレースとなります。そしてその後ろには福田選手なんですけどもね、ここはやっぱり地元戦ですからね、なんとかしっかりと走っていきたいところですよね。前を取ってのレースです。 そして、最近何でもできるようになりました、中西選手。非常に踏みながら位置を取ったりね、非常にうまいレースもするんですけども、今日は絶妙なタイミングでかましが決まりましたね。なので、この中西選手の動きも見ていきたいと思うんですけども、その後ろには2番の東口選手。東口選手は縦の伸びる足もありますのでね、ある程度行ってもらえれば直線伸びてきてというレースですよね。 その後ろ、8番の山本選手なんですけども、今日は短期の走行となりました。ですけどやはりね、山本選手も、この7番、2番の後ろについてたことが、いい結果につながったのかなと思いますね。そして、後方にいる佐々木選手。 まあ、日頃は前を取って引いてのレースなんですけども、今日は抑えてのレースでしたね。残り2周半から、ペースを上げていきまして、少しバンクも中バンクまでね、上がりまして、山下ろしで、野口選手に対抗して、野口選手の突っ張り策をね、これをかましてやろうという感じでしたよね。 野木選手も下からのダッシュでしたのでね、少し重かったのかなと思います。残り2週中ば過ぎに、できられてしまいましたので、ここは、佐々木剛選手が主導権ですね。そしてスピードの緩んだところで絶妙なタイミングで、中西選手が、かましに行って、東口選手と7番2番、そして3番手には、短期の山本選手もしっかりと追走していきます。 え、やはり、えー、このタイミングで中西選手ね、かましますとスピードも乗ってますし、え、そして粘りも、え、ありますのでね。まあ、ここは、後方から野口選手が、え、一人でまくりに行ったんですけども、え、2センターあたりで少しスピードが失速したように、え、感じましたね。間から、あたけ選手が突っ込んできて、3着でしたね。え、東口選手が2番手から抜けて、1着。え、2着には山本選手ですね。え、そして3着には、あたけ選手。2番、8番、3番という形で第5レースが終了いたしました。 Thank you.